はい、どうもこんにちは、こんばんは、リリーです。今回は、前回できなかったんですけども、お月見山から花田シティまで行きたいと思います。その前に忘れてた、アーボンのニックネーム決めちゃいましょうか。アーボン、間違えた。アーボン名前変える。マダラの紐これはシャーロック・ホームズの話の中に出てくる、題名の一つですね。マダラの紐と、ありきたりだな。まあ、いっか。はい、それではニャースがいるぞ。あれかな、あれのニャースかな。銀河をかけるロケット団のもう少し奥にあるんじゃないか。あんた今の盗み聞きしてたでしょ。なんだって、見張りのニアスは何してんだよ。ニアス、ジニアス、ここに珍しい化石があるって突き止めたのに、あんたの中に渡さないんだから。そうだぞ、化石を見つけて金儲けするのは俺たちだ。わっはっはっはは。うん、なんかありそうって思っちゃうのは俺だけかね。で、お月見山でのミッションは4つかな、4つありまして、4つじゃねえな、3つだな。まず月の石、お月見山に落ちてるであろう、月の石を3つ全部、手に入れるというところですね。すげえ、ゲットしました。エクセレント。で、残り2つ、ピッピとプリンを捕まえることです。はないんでしょうね、今作は。お、あー、レポート書けばよかった。やだ、あんた意外と早いわね。くまなく探索しまして、お、おお、追いつかれて止まるかよ。お、おじさんの金の玉だからね。ふふ、モンスターボールいっぱい持ってるね。もし少なくなったらおじさんのところに来なさいね。おお、各地にいるのかな、こういうおじさんが。じゃあ、お、来た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 。これで一つ目的達成ですね。捕まえましょう、何としても捕まえましょう。釣りの実、よし、 OK、 捕まえられるでしょう。ゲット、ピッピを捕まえたと。
まあとりあえず、まあ後でいいか。毒毒はレベル13に上がった。マラダノの紐はレベル8に上がった。マラダノの紐は弱化影響を覚えた。オッケー。確か25レベルでアーボックに進化するよね。ピッピのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。姿や仕草が愛くるしく人気だが、数が少ないのかなかなか発見できない。プリンってお月見山だっけ。お月見山だったよね確か。おや、カガービーの様子が。まあここでお役ごめんですね。残念ながらあんまり強くないので。バタフリーは、おめでとう、カガービーはバタフリーに進化した。バタフリーのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。羽の猛毒のリンプには水をはじく性質があるので、雨の日でも飛び回れる。雨の日の虫ってなんか嫌だよね。風越し覚えた。ここだっけ、ここ入ったっけ。ああそうだ、ここだここだ。お、いたいた、にゃーす。こっちだね。おん、あ、やべね、あの黒いの化石じゃない。よし、ニャス化石を取ってくるんだ。お、大人の世界に首を突くんじゃないわ。女性団員ですね。本作の女性団員かわいいかも。お、なかなかいい釣り目。絶対領域もいいですね。スワット送りでした。行け、リバーク。風起こし。素早さが高いですからね。超音波食らいませんよ。多分ね、催眠術も食らいません。効かぬ効かぬ。OK。お、結構やりますね。やりますね。やばい、もう30分だ。13レベル。まあでも4倍速にするから4分の1にはなるのか。そうか。ってことは40分にすればちょうどいいのかな。ないですね。お、ほら待てよ、この化石は僕が見つけたんだ。二つのも僕のだ。ちょっと元気のかけらで回復しましょうか。やばいやばい。貝の化石と、なんだっけ、甲羅の化石だっけ。葵は回復できないですから、あれですね、さすがに。回復系のアイテム買わないとね、そりゃつれえでしょ。岩木と独特でなんとかなるか。どっちにしよう。このイベントピカ版 V 版ではないと思って、一応ね、一応ポケモン GO の方ではどっちも捕まえてあるんで、遅れるには遅れるんですよ。っていうか遅れるはずなんですよ。
あ、どっちでもいいや。こっちにしましょう。貝の化石。行かないと進められないんですね。進められないんでね。お待ち。ほほほほ。ちょっと、それ、私たちの化石よ。ウキ、いつもの間にか追い抜いてるのでするいぞ。わらら、ポケット団、武蔵、小次郎。ニャスルニャス。二人がかりで化石を奪い取ってやるんだから。銀河をかけるロケット団の二人には白いホワイトホール、白い明日が待ってるぜ。にゃんてにゃ。あー、僕でした。動画は僕でした。まあ、まだ進化してないです。小次郎、アニメ版の小次郎はイケメンですけどね。なんでしょう、風起こし。ドガースを撤退させましょうか、先に。で、巻きつく。あー、妖怪を二人に引くのか。巻きつく。動画的にドロジエを勘弁願いたいって言ってると思う。起こし戦う妖怪駅。そっちがそうならこっちもこうだ。毒は岩木にしか効きません。あ、毒毒にも効くか。攻撃しましょうか。とりあえず。こっち向いてくれるんだね。オッケー。オッケーじゃないけどオッケー。電光石火。鶴の道。こっち先仕留めればよかったな。全体攻撃意外と厄介だわ。授業レベルに上がった。やばい。全体攻撃が意外と厄介。プリンがいないですね。まあいいや、送ればいいんで。とりあえずこれで終わるでしょう。いやー、初めて戦闘で負けちゃいましたね。死んでいましたね、両方。はい、終わり。いやー、40分経っちゃった。まあ、しょうがない。多分、4倍速にするんで、8分から10分、11分くらいになると思います。1152円ゲット。ロケット弾、嫌な感じ。とりあえず回復させましょう。ポケモンボックスじゃない。遊べるかな。
葵は呆れた顔をしている。なんだよ、なんだよ。やばい。まったくもう調子いいんだから。はい。やっぱりリハビリみたい。はい。寝てんじゃねえか。とりあえずこれで着きましたね。嘘です、着いてません。はい、着きました。4番道路。あ、巻き直しゲット。あ、よかった。結局月の日じゃありませんでしたね。まあしょうがない。後で調べてみましょう。あれっていうか、ここって確か昔は一通だったはずですけども、じゃなくなったんですかね。それならそれで結構ありがたいですけども、初期の頃のマップは結構うろ覚えなんですけどね。おろ？コダックだ、捕まえとこ。ゴルダックは大好きですから僕。あ、間違えた。これはさすがにモンスターボールでいいですね。あーはん、はい、グレート。はい、オッケー。コダックを捕まえた。パラガス8レベル。いつも筒に悩まされている。燃力を使うが自分の意思かどうかは分からない。バッグにしまった。ほん、コダックか、コダックじゃねえ、コラッタか、いらない。で、サンドが出ないんで、ここに長居する必要はありません。で、あそこのあれ取り損ねましたね。で、到着。まあ恒例のあれ見てみましょうか。僕の自転車コレクションすごいでしょ。乗せたり売ったりしないけど好きなだけ見てきてよ。引き換え券とかないのかね。まあいっか。ダート、あーはん、ルビーサファイアと同じくらいになったのかな。マハジネーシャ気になります。その通り、マッハな速さが特徴な自転車さ。軽さを追求した。めちゃくちゃ早口で言ってそう。くれないのかな、くれないのか。これはその自転車気になる。はい、気になります。シンプルな自転車っていいよね。あ、これは多分初代のあれですかね。100万円やっぱりか。まあとりあえず編集の時にスローでゆっくり見てみましょう。あ、言っておきますけども、さっきのは A ボタン押してません。噴水、500円入れてみましょう。どうなるの？なんだか嬉しそう。それだけ？まあいいか、まあいいか、まあいいか。ハラの噴水にまつわる言い伝え知ってる？バケモンと一緒にお金を投げ入れるとても仲良くなれるんだっけ。あ、名付け度が上がるんだ。へえ、そういうシステムが導入されたんですね。宿んじゃなかったっけ、ここ。
丸前になったんですね。とりあえず、いつの間にか46分になったら、やばい。とりあえずモンスター、ジムはまだいい。ポケモンセンターに行って、回復させまして。お預かりします。ドゥ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 。元気になった。オッケー。はい、それでは一旦ここで終了。切りたいと思います動画。レポート書いてと。はい、オッケー。それでは、お相手はリリーでした。続ける場合はまた引き続きよろしくお願いします。どうもこんにちは、こんばんは、霊夢です。今回も動画を見てくださりありがとうございます。どうもマリサだぜ。今回もメンバー募集の要項を確認するぞ。はい、それでは説明を開始します。現在のメンバーはリリー、シン、ハニワマン、ハルヒサの4人です。募集要項。定員は5人、全員を合わせて9人、マイクラは全員で実況することになるわ。年齢が19歳以上の人、それ以下の人は申し訳ないけれど遠慮してね。一緒に動画を作りたい人、自分の動画を作りたいという人、上トークだけど、やる気がある人がいいわね。個人のゲーム実況。リリーを除いたグループ実況、歌ってみた、踊ってみた。あげればきりないが、とにかくジャンルは問わないらしいぜ。募集はリリーのツイッターのダイレクトメールまでお願いね。ツイッターのリンクはチャンネルの概要欄に書いてあるわよ。以上、皆さんの募集を心よりお待ちしてますだぜ。それではまた次回も、ゆっくりしていってね。